はようございます。今日は写真展の撮影で京都に行きます。ちょっと一本乗り遅れて、ちょっと京都に着いてから撮ろうと思ったんですけど、余裕がなさそうなんで今撮ってます。もし撮れそうだったら京都でも撮ろうと思います。行ってきます。合流できるか心配。大丈夫そう、合流できそう。なんか八条西口にのやば、頑張りすぎて全然言葉出てこない。はい、写真展撮影1日目終わりました。今日は8着衣装を着させていただいて、21時頃に終わって、で皆さんでその後ご飯食べに行って、ホテル帰ってきてお風呂上がって、今寝る準備全部できて動画回してます。いやもういやもう盛りだくさんで、もう全力で撮影させていただいたので、かなり疲労がやばい、疲れたから、疲れてる時って笑っちゃいますねはい、でも明日もちょっと6時起きで早いので、今日はもうゆっくり寝たいと思います。はい、皆さんおやすみなさい。Thank you.
皆さんおはようございます。写真展2日目です。私だけ泊まってるホテルが違うのでメイクをしてもらいに今皆さんが泊まっているホテルに移動してます。ちょっと2日目曇ってるんでちょっと晴れてほしいですね。何ぐらいが、ね、何か起きたんですか。あ、優しい、最後あ、そうそうそう、よかったねって言ってた。うっすら後ろから先だからもう蹴った出てたんで、それで気づいたら、うん、血出てたから全部うっすら、それまで気づかなかったね。危なかったね。そう、危なかったね。あ、そうです、そうです。じゃあお疲れ様でした。